と、ってことは4面。なん、ここは有名だね。ジュゲム君に襲われるステージ。手をチクッパがスタンバイ。はい。ここは苦手じゃなかったっすか？俺もここ結構嫌いだったね、当時。お、よし。まあ摩擦すれば安全と。まあ、安全じゃねえんだけど。であと有名なマリオのネタがあれだね。あのこれ草と上の雲が同じドットだっていう有名なやつだよね。まあ RTA でやるんだったらノンストップで駆け抜け、これ嫌な位置やな。まあこうだ。さて、あ、中間からだ。いや、確かに初見はめっちゃ苦戦しましたね。これね、こうやっていくだけ、さっき大きく失敗したわ。あれかな、スイッチだからラグかな。見ちゃった。多分あのラグです。俺が悪いんじゃない。俺は悪くねえ、俺は悪くねえ。多分ラグが悪い、ラグが。で、4の2。いや、ちょっと今回も巻き戻し使います。確か 4-1 も無限1ウップできるんでしたっけ。俺は悪くねえ、巻き戻し。ああ。なるほど。なんで巻き戻しするかっていうと、ここもね、あのワープがあるんで、ちょっと紹介だけしときたいから。まあまあまあ常識なんだけどね、こんなもん。ほっ。でこれも有名だね。ここです。ここです。でね、これ出した後にね、無視して入っても上に行けるんだったかな。まあまあこれ有名なんで、早解きするときは1の2から4の1で、4の2からもういきなり8面に飛んじゃうんで、俺6面と7面5面の記憶ほぼない。で8の1、はい、ということでだいたいこのルートなんで。でこれを出した状態でここか、この次入れるんだっけ。ルートなんか上に行くんだっけ。 よくわかんないんだよね。こういうと上に行くんだっけ。行かねえじゃねえか。これまるで RTA みたいだ。これの正しい入り方ってどうなの。よく知らないんだよね。くっそイラッとする。そういう夢を見たのさ。入れねえ。コイーン、コイーン。あ、こうか。いや、タイムが早くて。どうやってだっけ。知らねえわ。なるほど、わからん。ということでね、ここから先はあんまり知らない。あ、初メット。ここから先はあんまり知らないんじゃないかな、みんな。俺もほぼ記憶にない。この辺入れるとか、ちょっと巻き戻し使わしてね。5面へのワープ、はい。これもここまではなんか覚えてるわ。まあ、今回ワープなしなんで。オッケー。3も花火。136だっけ。いわゆるアスレチックステージだね、ここは。落ちやすい。マリオ3だったら、タタ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 タ
動き激しくねこいつ。この頃ね、一番初めの加速の実感が結構これやばいね。アスレ BGM か。これ積んでるんで落としましょう。そっちの方がマシかな。思ったよりこいつ頑張るな。やば。今のはね普通にいくダーン。あれすり抜けられないんで横で当たって落ちて死んでたんでしょうがないね。4の4ということでね、あんまり記憶にない。しょうがないね。これはあれだね。正解を行けだね。覚えてないです。正解不正解ルートがあるやつか。当然覚えてないです。勘です。正解なんてあるん。リメイク版だと、まあ正解じゃねえか。リメイク版だと音が鳴ったかな。ファミコンにありがちなやつ。いや、トランスフォーマーにありがちなやつ。トゲゾーでしたね。マリオドックスだと判定が出るからやりやすかった。なんなんなんなーん。一番行きにくいところが正解。さあ、ということでごめんね、ほぼ記憶にないです。巻き戻しして。これ確か1キャップしたんじゃなかったかな。のこのこ蹴ったら記憶にございません。お、さあこの頃はね、スターで連続で敵倒しても1キャップできないんで、多分入れる。あ、入れんじゃん。入れんじゃん。これ右押してりゃいいんだったっけ。どうやって取るのが正解だったの。つい最近マリオ1を出川に目隠させてそれに指し示してプレイさせるって企画の番組テレビでやってたな。わら、初代はアイテム縛りしないと難しくならないな。そうでもないよ。初代結構ね、感性が独特でむずいよ。マジで最近のマリオに慣れてる人が初代やってごらん、むずいよ。全然違うから。さあ、このあとね、マリオ1終わったら2やるんだけど。コンボを操作慣れないと難しいですよね。このあと2やるんだけどね、2は1の仕様で難易度だけ上がったゲームだからね。くっそ。あれ、このトランポリンみたいなやつがめちゃ苦手だった。ただいま、9時前ですね。うちのクーラーが自動掃除を始め出しました。解像度も厄介です。わら、そうそう、解像度がないんだよね。ピー、ほんとグロス強敵ですね。水の中のステージ全部同じに見えるな。水の中のステージはバルーンファイトですね。これ有名かな。スター最高。お、キノコ。あとキノコ取った時もジャンプがリセットされるんで、これちょっと待って、攻略本あるから。5の2、5の2、ここの下は何もないです。あとここアイテムだって。ブロスは大きくなってればゴリ押しできる。あるある、巻き戻しはしない。しょうがないね。やった、わら、ギャ
やっぱね、か、M? わらわら感性がきつい。上に行け、上に。めっちゃ感性がきつい。ここにキノコ。すげえ巻き戻ししてんけど。よし。ほら、入れないね。これをやりたかっただけなんだけど。余計なことをするな。死にますよ。はあ、これよりもさらにきついルイージ。ルイージはワンにはないよ。大野さん、これはあれだ、これも最近のマリオでも、ルイージはジャンプが独特、時々あるあの無限にキラーが飛んでくるステージ。スーパーマリオワールドにもあったね。スーパーマリオワールドはあの4方向ぐらいから飛んできてたよね。3にもあったっけ。ワールドにあったのはぶんね。あー、こいつ絶対俺殺す気やん。よし、キラーの撃ってくるタイミングが絶対殺すまんやないか。マリオ絶対殺すまんやねえか。ドキドキ。ということで5の4長っ。やべ、これクッパ倒せねえかも。あと10ゲームとキラーか。投げー。迷ってたら取るチャンスねえ。これ見かけのマグマなんだよな。ここも、ほっ、上行けなかったっけ。まあ行っても意味ねえか、一瞬で終わりや。あー、倒すのに残したかったがしょうがないね。ここにキノコとかあったっけ。そんなものないけど、こっ積んでね。たぶん、トゲゾーまで行ったんだっけ。クリボー、ノコノコ、メット、トゲゾーだから、ジュゲームかハンマーブロスだと思う。さあ、そして6面。あんまり記憶にないです。おい、今でも来るね。今でも普通に使われる、ジュゲムが無限に上にいるステージ。鬼かー。いや、綺麗に狙ってきやがったな、今こいつ。上から来るぞ、気をつけろ。まさしくコントロールが、わら。攻略本見た方がいいな。あそこキノコあったっけなと思ってね。だいたい死ぬ理由が余計なことしてたからさ。まあしょうがないね。気をつけようがなかった。わら。あの下アイテムあるかなと思って今行ったらなかったんで。で、確か初代は2匹以上は同時に出なかったはず。入れたっけ？入れない。ワールドはルイージをルイージと表記する。気になる、気になるじゃん。しょうがないじゃん。おっと、バーカーが、うら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 、上からの攻撃には無力だったよっていう。来いよ、来いよ、ベネット。やめるか。何がしたいかは分かったと思うんだけど、なんか死ぬ未来しか見えなかったんでやめたんだけど。そんな時こそ攻略本ですよ。ロックの1。アニメでもルイージはルイージでしたね。あった、10コインだって。10コイン10万貸しててかかってこい、雲ごと落ちるんだ。6の2、入れんじゃん。くっそ。
まあ、実際はコイン取るために土管に入るっていうかショートカットだよね。もう一箇所確か入れた気が。めっちゃ。はじめまして。大変なことになってしまった。3もやりますか ?3 はもうやった。お、入れる入れる。また水。水のこの動きはバルーンファイトのね、動きなんだよね。これも有名だね。そしてバルーンファイトを作ったのが、岩田さんですね。なんもねえじゃん。大ジャンプ。なんかある。ほら、スターだ。そうか、そのルートか。それはわからんわ。ここは？俺がクッパだったらさ、ここに出れなくなる。隠しコインを用意するけどな。あ、これだ。昔はね、これができなかった。今もできんか。タスさん、ここなんか気持ち悪い動きするよね。この間に。なんていうか、マリオ3の斜めの土管のステージを思い出すよね。ここも無限キャップやろうと思えばできるな。やらないけど。よっ。さあ、遊びまくって現在50分ぐらいかな。ほっ。おお。2と違って死ぬほど飛ばないんだな。頃はね、頑張って難しいとこ行ってもせいぜいコインがある程度なんだよね。ほう。加速するまでが結構きつい。ドゥ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 、バンバンバン。ぼうよみちゃんが不機嫌だそうなので、ね、ちょっと。ボヨミちゃん復活。結構配置きつない。配置きつない。行くぞ。いやー、おい。はい、ということで6面クリア、ね、ぶっちゃけ6面来ることないよね。当然7面も来ることないよね。